現在、来週の動画の内容アンケートを行っております。アンケートに参加するにはチャンネル登録をしていただければ、これからトップページのフィードに表示されるようになります。当チャンネルでは毎年 JR 西日本の近畿エリアで行われる春のダイヤ改正を取り上げ、解説してきました。これまでの改正は新線・新駅の開業や好調なインバウンド需要に支えられ、明るい話題が多かったですが、コロナ禍により世の中の流れが一変しました。2021年3月13日に行われるダイヤ改正は、新しい日常に向けて鉄道の在り方を考え直す動きが現れています。今回は厳しい社会情勢の中で生き残りをかける JR 西日本の近畿エリアのダイヤ改正を見ていきます。2021年のダイヤ改正で目立つのが特急列車に関する変更です。リモートワークの普及により通勤客が減少する一方で、混雑を避けて移動したいという需要が高まっています。着席を保証する代わりに特別料金を徴収し、客単価を上げることにより鉄道路線の収益性を向上させることができます。コロナ禍により昨年大幅な減便を強いられた関空特急はるかは、今回の改正で通勤特急としての性格を強めます。利用客の多い南草津駅が停車駅に加えられるほか、山科駅に停車する列車が数を増やします。また、朝ラッシュ時のはるかは9両編成での運転が復活し、運用を離脱していた271系が活用されることとなります。米原駅に発着するはるかがなくなる代わりに、安駅発着の列車が設定されます。特急列車の通勤ライナー化は他の系統でも行われます。大阪・姫路間を結ぶ通勤特急楽々播磨は、始発駅を新大阪駅まで延長し、途中新快速通過駅の大久保に停車するようになります。大阪と新三田・福知山方面を結ぶ特急コウノトリは、夕方の時間帯の列車が西宮名塩駅に停車するようになります。これらの停車駅追加には、少しでも多くの通勤客を特急に誘導する狙いがあります。また特急列車ではありませんが、試験的に一部座席の指定席化が行われている新快速の A シートについて、3月以降も予約サービスを継続することが明らかとなりました。このように通勤時間帯の変更が中心となっていますが、観光需要の回復を見越した改正もあります。白浜・新宮方面に向かうパンダクロシオと天の橋立に向かう橋立の時刻が変更され、日帰り旅行において現地の滞在時間が長くなるように調整されています。ただし全体を見れば、クロシオ、サンダーバード、コウノトリなど各方面の特急は一部列車の運休が続き、当面は減便された状態になる予定です。在来線において最も大きな話題は、通勤路線における最終列車の時刻繰り上げです。もともと働き方改革の影響で通勤客の帰宅が早まっていたのに加え、コロナ禍による深夜時間帯の娯楽の減少、路線の保守作業員の負担軽減などの複合的な理由により、今回終電時間が早まることとなりました。最終列車の繰り上げは、阪急や阪神、神戸電鉄など他社でも行われます。在来線では、湖西線や佐賀の山陰線で、普通列車の減便や運転区間の縮小が行われます。また、大阪環状線と JR 夢前線を直通する列車も一部運転取りやめとなります。このように JR 近畿エリアでは、全体的に減便・縮小を中心としたダイヤ改正となります。時刻以外の変更点は、北田辺新宮間で最後まで運行されてきた105系が、今回の改正で227系に全て置き換えられる点などがあります。JR 西日本は今年2月、利用の少ないローカル線について、廃止を視野に在り方を見直すことを発表しています。今回の改正はコロナ禍による一時的なダイヤ縮小ではなく、今後の人口減少を見据えたコスト削減と収益性向上に向けた鉄道の変化の始まりとも言えます。
決して明るいニュースではありませんが、将来の鉄道の在り方を考える上でとても重要なダイヤ改正だと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。